中期券イエーイバーンやったさあ、ということで私のチャンネルでもやらせていただいていいんですね、はい、そうです、そうです、はい、そのための東京中期券、ね、初参加だからさ、ね、確かに本当に嬉しいよね、うん、いやこちらこそようやく来てくれたよね、でも、まあ僕の言ったらチャンネルでは、はい、この中期券初めてだし、うん、もしかしたらこう初めて見るメンバーとかいるので、ね、まず最初そこをおさらいしてってもいいですか、そうだね、確かに、はい、これ我々東京 NSC 10期生、東京のね、うん、NSC の同期ですけども、そうそう、まあ、我々オリエンタルラジオがありまして、うんうん、で、お隣がまず、ハンニャです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チース。ハンニャね。そして、じゃあ後ろの後列行きまして、うん、はい、水牛です。お願いします。水牛のコンビとかトリオとかはあんの？僕は今、夫婦の時間の、あの山にして、あ、そう、あれのと、マウンテン牛っていうユニットを、え、あ、そうなの、ユニット組んでたんだ、後輩とやってんの、そう、後輩でやらなかった、うん、え、だってさ、大貫さんとやってなかった、山だ、大貫さんと今、それはコンビでやってんだけど、うん、あの大貫さんが今、2人目生まれてあって、うん、あの、まあ、その子育てとかいろいろあるから、うん、活動ができないから、ちょっとネタをできないから、ちょっとユニットやんないかって言って、声かけていただいて、夫婦の時間、はい、今やってる感じ、水牛自体もじゃあ、夫婦の時間大事にしてるんですか、そう、だから僕は夫婦の時間大切にしようと思ったんですけど、はい、まあ、先月、離婚しました。おい、ごめんな、全部だよ、全部のチャンネルで言わせて、ごめんな、ね。はい、でこういうのはね、いろんなこと言っといた方が、はい、次に出会う人にも届くかもしれないから、ね、8年のピリオドで、あ、8年ね、交際結構8年だったの、8年、お酒をね、飲むなって言われてたよね、そうそうそう、でもどうしても飲んじゃうから、うん、お酒を買ってね、買ってどこに隠してたんだっけ、どこだっけ、あの、土の中にダメだよ、どこかの土の中にビールだったの、缶チューハイ、缶チューハイとか奥さんにお前飲むんじゃねえぞって言われて、でも飲みたいから買っちゃったわけよ、はい、でも見つかりたくないって言って、あの土の中に、ね、でも俺ぜひね、皆さん見てほしいの、水牛の YouTube チャンネルね、はい、やってんで、40代芸人が、はい、コンビニの前で飲むビールとつまみみたいなシリーズ見たことある、あ、それ知らない、ショートもね、あれ YouTube ショートなんだけど、ファミマ、今日ファミマ行きますっつって、うん、ファミチキ買ってきて、うん、で、その前でビールとファミチキだけ買って、うん、めちゃくちゃうまそうに食べてた、リアルカイジだ、リアルカイジ、リアルカイジだな、それをやったら、うん、離婚された、お酒がね、お酒さんやめてくれって、なるほど、ぜひとも水牛の皆さんチャンネルもお願いいたします、そして、坂口、はい、よろしくお願いします、坂口前に坂口さんが今どういう状況なんでしたっけ、怪獣っていうトリオを組んでたんですけど、はい、それもでも8年ぐらいやったから、うん、8年か、はい、解散しました年末で離婚解散、離婚解散、ちょっとね悲しいんだけど、バッドニュースが出てます、笑いやってたら離婚解散は結構あるから、あるからね、今はピンなの、あるの、これからもう普通のおばさんとして、普通のおばさんって何だろう、吉本に所属しながらも普通のおばさんとして生きていく、なるほど、そう、じゃあなんかネタやるとか芸人活動というよりは全然普通のおばさんがここに遊びに来る、でも、ね、劇場とかは出てないってこと、全然出てないもん、だからね、でもね、あの出なくても東京10期から来ていいっていうルールにしてる、そうそう、この幕にね、メンバーの名前書いてあるんだけど、うん、そうそう、あのもう芸人辞めた人の名前とかもあるもん、そうそう、富山木とかね、スター関根バーグ、スター関根バーグ、そうそう、あ、東京中期会ってもう吉本とか芸人やってなくてもいいってこと、そうなんだ、からもう単純に思い出作りで、そう、40超えての同窓会だから、うん、なるほどね、これはもうね、あの辞めても来ていいから、ありがとうございます、助かります、じゃあ有松隆大会も来ていい、違う、有松隆大会だけはダメ、それはダメなの、あれ、西大井の NSC の校舎の窓ガラスぶっ壊しちゃった、そうそうそう、めちゃ中にね、やってる、あれは恐れた、あと本当は10期じゃなくてもう大先輩だった、そう、あの大阪の6期とか大阪の雨上がりさんぐらいの、そうそう、雨上がりさんの1個上だよ、雨上がりさんの1個上の人間が俺らの同期として入って大暴れして、ネタの時に窓ガラス叩き合った、そうそうそう、膝でこうバーンって、そうそうそう、激しい軍団さんだった、そうそうそう、唯一のルールはありました、高橋大会だけだったらダメっていうか、王相談、王相談、ダメって言っちゃうと割ってくるかもしれない、本当そういうタイプだよね、本当王相談、マジ勝ち組
話したいから待ってる連絡。待ってる、待ってる、怖いよ。来たら俺らマジでヘラヘラする。会いたくない。会いたくないかもしれない。怖いもん、本当に。50超えてるはずだからね。怖いよ、多分、本当に。で、坂口さんでしょ。そして、もうキングオブコント準優勝もね、明日、ウルトラブギーです。ありがとうございます。ウルトラブギーです。ありがとうございます。ヤギちゃん、高弘。そう。はい。合ってるね。合ってる。今の微妙な間は。いや、なんかその、なんか、こう気合い入れて言ってる感じがあったから。ごめん。だって本当にだからあんまり別にプライベートでもね接点がね接点もなかったし、だから今一番伸びしろのあるこういう関係としてウルブギと俺たちはそれから一番長くそうね、だからまあ本当プライベートでお酒飲み行ったりとかそういうこともしていきましょう。今までないんだ。全くない。ヤギちゃんはないね、一回も。全くない。だって水牛とも飲み行ってんだからさ。そうだよ。いやだから俺案外やってるっていうのはおかしいけど、結構氷ずっとあったからね。あったね。確かに。カタツムリともよく飲み行ったりとか。フルフォンもそうだね。そもそもさ、ほら NSC 出たての頃ってやっぱり中田のあっちゃんの同期皆殺し令が出てたから、やっぱりその同期があんまり俺も真の始皇帝だよ。それもう話してんの、その話。出てる出てる。だから仲良くするかしないかじゃなくて殺すかどうか。そうそうそう。俺がね、それこそサトシとかと仲良くしてさ、あの西尾井じゃない近くにアイヤかなんかあったでしょ。あったあったあった。ああいうとこタブロしてるのなんか気になったのか、同期皆殺しにするし、あんな奴らと付き合うなって言われたから俺はしばらく付き合いなかった。確かにね。本当は仲良くしたいね。水面下でやってたからね。よろしくお願いします。行こう行こう。ぜひぜひ。ウルトラブギーズです。よろしく。YouTube もやってるね。やってますよ。はい。ネタのチャンネルだよ。ぜひぜひよろしくお願いします。さあそして、一番ラスト、サスケくん。サスケです。お願いします。元ガリバートンネルのサスケくんですけど、今は？今はサスケです。ピン芸人のサスケです。はいはい。でゲーム実況とかチャンネルやってるね。あ、そうなんです。そう、はい。でも YouTube チャンネルだから前回はあっちゃんとネタやったり。そう、急にやったけどどうだった反響。いやもうすごいよ。俺1500人ぐらいしかいないんだけど、もう3万え初めて。すごいすごい。再生が20倍の再生数。すごいすごい。もうすごいですよ。いいね1300とか。おぉすごい。でこれ俺びっくりしたんだけど、まあ言ってもバットがさ結構つきそうなもんじゃん。バット5とかなのよ。おぉすごいね。本当にすごい、こうみんなが応援していいって思ってくれてるんだなっていうので。え、逆にバット5って何なんですか。そこ詰めなくていい。俺が言ったわけじゃん。5に対して熱いやつ。 SNS で5のバット禁止してたら生きていけないよ。やれ、もうちょっと SNS やってみよう。 TikTok すごいもんな最近ね。最近 TikToker としてやってるのよ俺。すごいらしい。知ってますよ、見てますよ。ということでサスケくんです。よろしくお願いします。まあ本当にもうね、あと何組かいてカタツムリも今日ぜひ紹介したかったんですけど、もうあの当時のカタツムリじゃないからね、今のカタツムリは。もう全員姿を変えてるから、名前も。それも知らないでしょ。いやだからあれでしょ、あのショウゴ、ダイちゃん、で、オカメでしょ。あ、違う。全員一人一人違うね。何今そんなにもう俺距離あるのカタツムリ。そう、今もう正直俺らも最近びっくりしてた。ショウゴ、ダイちゃん、オカメじゃなくて、ホンマグロ、マンちゃん、ピーチ。なんかそいつら。普通の人一人目ないから。一個らダメそう。一個らユニットに桃と魚がダメそう。一番。果物と魚がある。ケニアせめて魚同士で行ってほしいし。それを突っ込んでるリーダーがマンちゃん。なんだ。ヤシちゃんがマンスケ。そう。いや面白いよ。すごいむちゃくちゃなことだった。瞑想がすごいから。なんか20個ぐらい下の後輩たちと同じ舞台で戦ってるもん。すごいね。面白い。そのカタツムリが実は YouTube チャンネルなんか3つぐらいやってるんですよ。そのうちのなんか1個2個俺出させてもらって。わらしべチャンネルね。そう。で前回なんかちらっとこの10機会の後にカタツムリのチャンネル撮ってたんだけど、その藤森が何か約束をねドタキャンしていると。そう。これ問題。その件について今日ちょっと話したかったんだけど。あ、そうなんだ。一応でも釈明できるよ。そうよ。あのメッセージとしてさ、カタツムリ。まあまあ釈明っていうか、あの全部見た。あっちゃんが俺の代わりに謝罪してくれてたのも見たし、そのカタツムリのどういうことだと思って俺も憤り覚えながら見てるんで、したらおおむねあのカタツムリが言ってることは正しかった。正しいんだよ。ほら見ろ。憤る必要がない。そうだよ。俺がね完全に忘れてた。誤解してたんだよな。その旅行をまずね10機で行くみたいな話があったんだけど、
俺それをなんか買ったつもり的には俺のためにその旅行をやってくれるっていう話だったらしいんだけど、そのこと俺完全に抜けてて、だからなんか俺ごめんちょっとこれこれこうでスケジュールで行けなくなるわっつったら、なんか全体がそれで中止になったでしょ。そう、なんで俺がいなくなっただけで中止になったんだろうなと思ってたら、その俺のためのなんか旅行だったっていうことで、でもそれを実はもうリスケして2月に行くことになりました、ね、それもね俺らマネージャーから来て、カタツムリからも来て、で抑えてあるの、それは大丈夫だよね。いや、もうドタキャンしないですということでね、10期生がこんな感じでやっている回でございますけども、うどうしようかな、俺のチャンネルはその久々の再会だから、そうね、僕のチャンネルなんで、これにします、本日の企画、みんなの藤森との思い出を聞きたーい。いやー、いいことだね。やっぱごめんね、その、TAKAHIRO もそうだけど、正直その一度お食事に行ったことがあるとか、本当に失礼ながら、やっぱ忘れてしまったりとか、こっちは覚えてるけどね。やられた方はね、やられた方覚えてるんだ。カタツムリの件もそうだけど、俺ちょっとそういうとこある。いや、あるよ、俺だってめっちゃ向かってて一個あるもん。違う、俺思い出を話したい、聞きたいっつってムカつく話、ムカついてんの、お前がムカついたのはあっちゃんだけだろ。結婚式に呼ばれてなくてそのムカつきだけど、それはね、異念はめちゃくちゃあったけど、じゃあいいよ、離婚でもいいですよ、離婚でもいい。まず俺から行けちゃう、なんか一番あって一番鮮度がない。俺は別にいいのか、そう、俺が行きたくないの、誰から。いや、いいよ、何その、まずあっちゃんのその、確かに腹立ってること、俺以外基本的にあの、あっちゃんがちょっと遺恨があったから、俺はシムちゃんとずっと交友的だったのよ。友好的だったね、交友的。まあちょっとシムちゃんとまあなんかちょこちょこ飲みに行くときとか、ご飯食べに行くとかあったけど、で、ありがたいことにシンゴちゃんのお家にあの行ったり飲んだあったり、で、わ、すごい家住んでんねって言って、で、じゃあまあちょっとまあもうちょっとリビングで、まあ、もう一回お酒でも飲むみたいな感じで飲んでたり、そしたらちょっとごめんっつって、ちょっとあの玄関行くわっつって、なんか誰か来たっぽいのよ、で、シンゴちゃんがなかなか帰ってこない、多分女の子が来たっぽい部屋に、はぁ、飲んでる時に女の子来るなんだ、そう、それでなんかおかしいな、遅いなと思ったら、シンゴちゃんガチャって自分のベッドとか出てきてさ、何かなんてスポンポンでさ、すげえバキバキのまま、ごめんってこっち来て、こいつバキバキやないかと思って、バキバキ、もうあれはね、俺ね、許せないんだよ。これはちょっと、東京ドイツだよ、バキバキで来やがってさ、俺同期がいいのに、バキバキで来やがってさ、ごめん、ごめん、シンコ、シンコごめん、まさかこんなやつを飲むの、俺もびっくりしてしまいました。今日は俺がみんなの話聞きたいって言ったから、下がバキバキできなかったから、今日はまとめるとなんかアキちゃんがいるのに、誰か女の子呼んでて、しかも俺は俺で勝手に寝室行って終わったから、いや終わってないのよ、途中でコンドームを探しに来たのよ、こっちでバキバキのまま、ごめんシンコ、申し訳ない、シンコ申し訳ない、バキバキのまま、なんで俺、なんで俺なの、俺はね、あれは俺許せない、一回考えさせて、一回考えさせて、一回考えさせて、オッケー、今のくだりは俺のメインチャンネルに、ダメだよ、500万人に流すよ、みんなに見てもらおう、ここだけショート動画でメインチャンネルに。ちょっと待って、別にいいよ、アキシ、そんなエピソードいいんだけど、いつそれ。いや、でもね、去年ぐらいの話、去年だったよ。それは問題だけど、渋谷住んでる時、渋谷赤いマンションって言った、赤いマンション、そうだ、結構デビューの3年4年、そうそう、だからもう本当にお酒の時というか、いや違うよ、それは、そのエピソードを出す判断するには俺らはもうだいぶキャリアで、めちゃくちゃ怖い、恐ろしい、いやいや、いいよ、全然いいよ、これでも言ってやろうと思って、言ってやろうと思ってじゃない、よかった、藤森チャンネルで、ここはそういう場だから、そういう場じゃない、 NG ねえじゃん、 NG あるよ、俺のチャンネルだ、 NG はある、まさかチンチンがギンギンの話されると思わなかった。いや、ちょっと、別にそれでバキバキまで言ったのに、いや、それで何が腹が立ったのかが分からない。いや、要は友達が言うのに女の子とやってるってのは嫌じゃん。普通に考えて、マジで本当にごめん、覚えてないわそれ。いや、バキバキで攻めて通ってほしくないの、コンドーム探してどこにあるかなって知らねえよって言った、俺コンドームなんて、そんな、めっちゃ怒ってる、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、寝ろよ、ちょっと待ってさ、
やっぱ10期皆殺しだよ。だけど、はい、もうおしまい。あっちゃん、今年で23だっけ、うん、41でしゃべるやつ、そうだじゃない41の子供も言ってよ、出汁やってんだろ、子供も言ったり、ちょっと一回、ほか振らないと、これだけで、あきちゃんは、有松たかし大会で今、同じ立ちしてたね、ほかのメンバーで、いや、もう NSC の時の話とか、普通の話でいいのよ、なんか俺が本当に申し訳ない、一方的にね、じゃあ、僕いいっす、あ、水牛待って、大丈夫、僕だもん。僕だからそのなんかまあこれ本当3年目か4年目、ね、怖いな、そのキャリアの時の話怖いな、ね、これ本当にもう、うん、もうサトシもいた時の話、ね、ああ いたらあの無限大でたまたま俺らとサトシと、まあ、そのスターですね、うん、とフルーツポンチ村上でいた時に、うん、たまたまその藤森慎吾に会ってそれ今何やってんだみたいな、いや、俺はこれから帰ろうかな、ちょっと飲んで帰ろうかなと思ってたんだよね、うん、って言ったら知り合いがクラブにいるから、うん、ちょっと行こうよみたいな、うん、あ、クラブに行った、クラブに行った、はい、でクラブにちょっと行ったら VIP ルームとか、うん、あの入れるから、うん、ちょっと行かないって言って、うん、俺もクラブなんか全然行ったことなかったから、うん、あ、じゃあ行きたいって言って、うん、で、もう VIP ルーム通されて、うん、で、まあこの飲みなよって言ってシャンパン飲んで、うん、で、下にこうやってわーって踊りに行ったりとかしてたの、うん、で、わ、すごいなと思って、で、そのVIPルームの人も、あの、あ、藤森慎吾さん、あ、いつもありがとうございますみたいな感じだから、うん、やっぱ売れてるってすごいなって思ってたの、うん、ほんで、こう、散々こう、上でシャンパンとか飲んでたら、なんか、あの藤森慎吾さ、うん、あれ、なんか呼吸にそわそわしだして下行って帰ってきたら、なんか女の人を連れてきたんですよ、ね、あれ、あれってなってそしたら、うちでもちょっと気ぃ使いながら、どうもみたいになったら、うん、なったら、うん、ちょっとそのこう1時間ぐらい経ったら藤森がさ、うん、俺もうそろそろちょっと帰るから、うん、適当にみんな遊んで帰んなよみたいなって、うんうん、あ、分かったってなって、うんうんうん、まあ帰っちゃったんだよ、うん、ほんでまあ一回まあもモテるし売れてるからそうだよなと思ってたんだけど、うんうんうん、もう藤森が帰った瞬間もそのさ VIP のさ、うん、そのなんていう店員さんもさ、もうお前ら帰れみたいな感じになったんだよ、うん、ほんで俺はクラブでさ3もうビップルーム追い出されたからしょうがないからクラブ行ってナンパしようぜってなってナンパしたけどさ、誰もみんなやっぱ売れてないから全然引っかかんないけどさ、最後クラブ出てね、朝方さこう明るくなったクラブをこうで歩きながらクソー早く売れてよーって叫びながら帰ったっていう話。いや、そうだから、違う、だからちょっと待って、皆殺しにしてやろうか。藤森どうやって通ってたの。お前バキバキのことだよ。違う違う、さっきのとんでもないエピソードしか出てこない。藤森さん、お前その時バキバキだろ。ビップルームをどうやって歩いてたの。俺バキバキだろ。いや、本当に気になってんだ。でも、それこの後でまだ続けんのか。なんだよ、ビランじゃないけど、この後、本当に半年後ぐらいにフルーツポンチと犯人がそれバンと売れたんだよ。だからそれを見て本当に悔しいと思った二組が売れたんだな。どこで頑張ろうと思ったんだよ。だからお前が売れろよ。だから俺やっぱね、それすごい、あいつ分かっててやったんだよなと思ったんです。火つけるために。そう同期に火つけたんだ。火つけるために。ケツ叩いたんだ。ケツ叩いたんだ。いい話じゃん、慎吾。よくねえよ。おい、そのエピソードなんだ。出てくるエピソードがね、ちょっとふざけんじゃねえよ。十機会楽しみにしてさ。十機会なんなんだよ、俺のイメージ。面食らうほど野生的だろ。確かに怖いね、ぴゅんぴゅんこの実弾が飛んでくるよ。そうそう、もうね、あの競技用の武器じゃないんだ。野生の武器だから。いや、俺が最近ぬるま湯に使ってた。俺が中級しかやってないからさ。違うのよ。やっべ、目バッキバキになってきた。これがストリートなんだ。トコ吹き着ても気持ち取れないと。強いな、ストリートで喧嘩鳴らしてる。目が違うからね。ごめん。食らっちゃうしよ、結構。食らうぜ。マジで。食らうぜ。とんでもない。お酒飲んでないのに、ごめん。本当に。一
加減にしろよ。すごい会話。終わり。取れ高ないけど。やべえ。これ3分くらいじゃない動画。これね、あるのよ、たまに。カナダのチャンネルで25分喋って、これ使えるところないかなって切って2分ぐらいやる。そう、2分の。嘘でしょ。そうそう、あるのよ、これ。TikTok みたいな動画だよ。俺は全部もちろん使いますよ。使ってね。はい。よろしくお願いします。ということで、はい、東京中期会今後ともよろしくお願いします。みんなのチャンネルも概要欄貼っときますんで、はい、全部面白いんでチェックしてみてください。お願いします。お願いします。ようこそ、フィレッジへ。